シーズンを通して追われる立場でしたけれども、見事な栄冠を勝ち取りました。野村千山、大西様、ありがとうございました。2022年シーズンの J1 チャンピオン、3年ぶりの栄冠です。横浜 F マリノス、選手たちはこの日のために日々努力を続けてくるわけですけれども、本当に勝ち取れる選手は一握りですからね、福田さん。本当その通りですね。プロの選手になってもこういう舞台に立てるのはごくわずかな選手だけですし、やっぱりリーグ戦で優勝するっていうのは、リーグ戦というのは負けても次の試合が来るわけですよ。だからいろんな 1年間いろんな状況の中でいろんなものを克服しながら、いろんなものをですね、やっぱりみんなでこう乗り越えていかないと、この最後の、優勝というのはたどり着けないんですね。だからこそ非常にね、喜びも大きいんだというふうには思いますけどね。はい、まあ、シーズンを通して毎週末試合は来ます。準備期間からしますと年明け早々にキャンプから始まって、そうなんですね、走り込んで追い込んで、1年の戦いですからね。うまくいかない時期、うまくいってる時期、まあ、選手によっても怪我してコンディションが悪い時期、いい時期、いろいろあるわけですよ。その中でどうやってね、チームのために、チームの助けになるためにどこやっていけるかというのは非常に重要なんですよね。はい、それができたチームが F マリノスだと思いますね。まあ、先週のホーム最終戦セレモニーで木田も言ってましたけれども、始動してすぐにコロナがクラブ内で発生してしまって、なかなかうまく活動できない、まあ、これはどのクラブにも当てはまる悩ましい時期というのは必ずあったと思うんですけれども、本当にフロントスタッフ含めた会社でどうサポートして1年間過ごしていくかというのは重要ですね。いや、もうその通りですね。木田がインタビューで言ってましたけど、マリノスファミリーって言い方してましたけれども、やっぱりピッチにいる選手たちだけではないですよね、はい、それ以外、本当にいろんな人が関わって、サポーターも含めてですけれども、そういう人たちの力があったからこそ、やっぱり優勝ができたんだというふうに思いますね。代表戦で膝の前十字靭帯を痛めてしまった宮市です。早く戻ってきてくれるといいですね。はい、嬉しそうですね。そうですね。マスカット監督もシャーレを掲げます。またポステコグルー監督とも変わったキャラクターの持ち主ですね。あ、そうですね、本当にその通りだと思いますね。サッカー感は一緒だと思いますけど、はい、やっぱりいろんな部分で選手との接し方っていうのは当然違うと思いますけれども、やっぱりそういうところも踏まえてですね、うまくマネジメントした、今シーズンの1年間だったのかなと思いますね。はい、マルコス・ジュニオールは本当にね、さっきも中心にいましたし、今もそうですけど、はい、非常に嬉しそうな顔してますよね。なんかすごく F マリノスの象徴みたいな感じがするんですよ。今日ベンチにも入ってないですよね。3シーズン前優勝したときは得点王になってチームの中心なわけですよ。はい、その選手がやっぱりベンチにも外国籍の、ね、枠の問題もありますけど、それでもやっぱりチームのなんていうのかな、助けになるためにいろいろやってきたっていうことだと思う。